今月のフレッシュマンは阿蘇市黒川にあります株式会社森工業にお勤めの男性をご紹介します。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はですね、そのフレッシュマンの方の現場にお邪魔しているということで、まあ、こういういでたちなんですけれども、じゃあまずはお名前と年齢、そしてお住まいの地域から教えてください。はい、片島亮です。20歳です。住んでる場所は阿蘇市黒川です。なるほど。片島さんはこちらにお勤めになってもうどれぐらいが経つんですか？今年で3年目です。あ、なるほど。じゃあ高校卒業後すぐに。はい、高卒で、はいはい、入ってます。普段はどんなお仕事をされてるんですか？普段は主に機械が主に作業で、うん、大体は体を使った仕事が多いですね。うん、はい、今日はその現場にお邪魔しているんですけど、これはどんな工事が行われているところなんですか？これは橋を架ける前の、うん、大体その土台っていうか感じですね。うん、なるほど。このお仕事の難しいところとか、何かやりがいとか、まあ、お勤めになって3年経ちますけど、どんなところがありますか？やりがいって言ったら、うん、最初はやっぱり怒られることが多かったんですけど、いろいろ作業内容などを覚えてきて、上の方などと一緒に作業できることがやりがいを感じています。じゃあちょっと個人的なこともお伺いしたいんですが、まあ、20歳ということでまだ結婚願望とかそれほど強くはまだないです。でもどういう人がタイプですか？どういうタイプ、うん、笑顔が素敵で優しい人がいいです。片島さんもね、笑顔が優しいのできっとね、そういう人が現れると思います。じゃあもしそんな人と、まあ、デートするなら、まあ、阿蘇市だったらどこに連れて行きますか？阿蘇市だったら夜景が綺麗なところとか、うん、いいですね。ですね、ドライブとかですね。はい、そうです。そうですね。では最後にですね、あちらのカメラに向かってお勤めの森工業さん の PR をお願いします。いやです。森工業は、土木といった、一見周りから見たらきつい仕事だと思いますが、結構やりがいのある仕事です。自分はこれから、しっかりその森工業に貢献できるようしっかり頑張っていきたいと思っています。ありがとうございました。今月のフレッシュマンは株式会社森工業にお勤めの片島さんをご紹介しました。では最後にピースサイン一緒にお願いします。いきましょう、せーの、フレッシュマン。めっちゃ恥ずかしい。恥ずかしい。